別に自分エコー写真しなかったので、多分それ以降でできちゃってるんだと思うんです。食生活何か変わってるやったらそれも一つやと思いますし、うん、もうフード変えてから2週間ぐらい経ってますよね、十分に。はい、一生何か尿検査しといた方がいいと思うんで、はい、でちょっと目の話を伺いたいんですけども、目自体はその傷があるかどうかって話を伺ってるんですが、はい、しょぼしょぼしてるとか充血がひどいとかですか？目やりだけがちょっと出るかなと。目やりの質は緑っぽいとか黄色っぽいとかですか？ちょっと悩ましいですね。傷があれば当然痛いし、周辺を絞ってきたりだとか、あとは涙が多くなったりだとか、もちろんニヤニヤが出てくるってことは起こると思うんですが、同時に結膜充血すると思うので、傷ができた時点で。わかりました。ちょっとじゃあ目の検査させてもらおうかな。はい。検査しよう。大丈夫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 。あ、偉い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 、ちょっと頑張って、偉い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 、ね、ないな。めっちゃ頑張ってる。じゃあ最初作業しようか。はい、頑張りました。うん、でおしっこの方は現状大丈夫です。血小らしいものが何も出てないので、シュウ酸カルシウムだったりとかストラバイトって血小も何も出てないの で目に関してなんですけども、目が白っぽく見えてるのは正確には角膜ジストロフィーっていう問題でして、簡単に言うと疲労対象じゃない目に白く沈着物がついてるって状態なんですね。があるかどうかを調べている検査で、まあ、フルオロフェインという染色液を使って、まあ、染色液で全然染まらないし傷もない状態なので、まあ、白っぽく傷があるんじゃないかなって見えたのは、この角膜ジストロフィーを傷っぽく見えたんじゃないかなと思うんですね。
そうですよね、すりガラスがついてるような感じなんですよね。で今角膜の部分的に本当にちょっと真ん中だけなので、そんなにこう見づらいような方法はないです。まあはい、広がってこないかどうかちょっと見てほしいのと、本当にすごく大事なのは目の充血があるかどうかなので、目に目がすごく充血してくる、白目が変だなと思ったら早めに教えていただいたらいいです。よかったです、ありがとうございました。お待たせしてすいません。はい。